14丁目、ユニオンスクエア駅は、マンハッタン区、ユニオンスクエア近くにある、ニューヨーク市地下鉄の複合駅で、BMT ブロードウェイ線、BMT カナーシー線、IRT レキシントンアベニュー線が、相互に乗り換えできる。4番街から14丁目交差点にあり、以下の運行系統が乗り入れている。 2014年には3567万7468人が利用し、ニューヨーク市地下鉄で4番目に繁忙な駅であった。14丁目、ユニオンスクエア駅はビジネス街や住宅街、ナイトスポットなど様々なエリアに隣接している。駅の南東側はイーストビレッジ、南南西側はグリニッビレッジ、北西側はチェルシー、北北東側は フラットアイアンディストリクトとグラマシーパークである。もともとは3つの駅が別々になっていたが、1940年の地下鉄の市営一元化後に統合された。現在ではメザニンや出入り口、サイネージが共用になっている。2005年にはアメリカ合衆国国家歴史登録財に指定された。2010年6月に w 系統が廃止になる前の案内板、 IRT 歴史トンアベニュー線14丁目ユニオンスクエア駅は1904年10月27日に開業した急行停車駅で島式ホーム2メ4線を有するアップタウン方面ホームとダウンタウン方面ホームはずらして配置されておりカーブ上にあるダウンタウン方面ホームには可動式の可動ステップが設けられ列車到着時に近接センサが働いて自動的にホーム 車両間の隙間を埋めるようになっている。メザニンはホームの上にある。廃止された観光船の相対式ホームが2本あり、北高ホームは太く明るい赤枠で仕切られているのが車窓から見える。ダウンタウン方面ホームのメザニン北端からは、後半の穴から相対式ホームを覗き見ることができる1991年8月28日、駅の北側で5人が、 死亡215人が重軽傷を負う脱線事故が起きた。これは1928年に IRT ブロードウェイ -7 番外1 0 0タイムズスクエア -42、町名駅で16人が死亡した事故以来のものであった。運転士のロバート・レイは酒に酔っており、ブロンクスクのウッドローン駅からホーム一層を繰り返していた。駅の北側でユーティカー・ベニュー駅業四系統は、 保線作業中の急行線から観光線に転線したが、制限速度時速10マイルの区間に時速40マイルで侵入したために両名以降がポイントで脱線し、積み重なるように激突した。編成のうち1435、1436、1437、1439、1440の各社は、その場でほぼスクラップ状態になり、 IRT 歴ントンアベニュー線の構造物も深刻な損傷を受けた。6日間にわたって運休となり、またの作業員は復旧作業に追われた。信号設備や分岐器、線路、路盤、配線類や支柱23本など主要な設備はほとんど交換された。例は過失致死罪で有罪となり、懲役15年を宣告されたが、 模範州だったため2002年4月に釈放された。この事故は古い行き止まり線で起きた。IRT ブロードウェイマイナス7番街、1072丁目駅と同様14丁目ユニオンスクエア駅も駅手前で別線から入線できるようになっていた。これは観光線と急行線の間におよそ91メートルに渡って設けられていた。これはホームに まだ先行列車が残っている状態で待ち合わせをする対比線として考えられていたが、この時すでに編成長が対比線の長さを上回っており、対比線の用をなさなくなっていた。このため、復旧の際にこの対比線は撤去された。BMT ブロードウェイ線14丁目、ユニオンスクエア駅は1917年9月5日に開業した急行停車駅で、 島式ホーム2面4線を有する。14丁目、ユニオンスクエア駅は、ブロードウェイを運行する3路線の中で、対面の理解の設備を持つ駅としては最南端の駅である。ホーム壁面には1828年にブロードウェイとバワリーロードがつながった際のことを描いたモザイク画がはめ込まれている。メザニンとホーム間連絡通路は改装されており、 北高ホームの一番南側の階段を含む古い通路と階段は閉鎖されている。または1970年代末に駅改修工事を行い、開業以来の壁タイルや古い案内板、白熱灯を新しい案内板や帯タイル、タイルモザイクの駅名標や蛍光灯に交換した。また、階段やホーム園も修繕された。2002年には、 ADA 対応のため改修工事が行われ、1910年代の開業当初のタイル張りが復元された。この際、合わせて階段の修繕や壁及び床のタイル張り直し、照明設備や放送設備の更新やホーム園への黄色い安全帯の設置、案内板の更新や路盤の整備が行われた。現在はホームごとに、 駅エントランスと IRT 歴ントンアベニュー線への連絡通路を結ぶエレベーターも設置されている。2005年から青島地方製作のシティグローという作品が展示されている。BMT カナーシー線ユニオンスクエア駅は1924年9月21日に開業した島式ホーム1面2線の駅で多くの階段が設けられている。メザニンはブロードウェイ。 ユニバーシティプレイス館の14丁目南側にあるエントランスとつながっている。他線に向かう他のエントランスもこのメザニンにつながっている。ホーム壁面には開業当時からのタイルモザイクの帯が設けられ、スカイブルー、シーグリーン、ライムグリーン、イエローウォーカーの帯が新しく設けられたグリーンで、縁取りしたタイルパネルの上に生えている。改装工事で、 ホームマイナスメザニン間にエレベーターが設けられ、ADA 対応の駅となっている。nycsubway.org, Google Maps Street View, Other Websites。ありがとうございます。